はい、シューティングスターだったんですけどね、はい、こういう画角だったんですね。こういう画角だったんですねセットチェンジというかね、主役とその他みたいな、そうそう、ただちょっとね離れ離れになったぐらいこの絵これをセットチェンジとよく言ったら、ね、5分も5分かかって、まあ後で言いますけど ね、 かかね、はい、もう今この、あ、そうなんですね、もうね、やってることがひどい、本当に。この PV、なんかまあ、いい感じのね、曲で流れてる間にね、スタッフが本気の顔して練習してた、それがひどい。その内容がひどい。内容がひどい。もう、わけわかんない。はい、というわけでね、まあ、それは後ほどとして、はい、それでは今回の帰ってきたお願いひろとランキングの詳しい内容を説明しよう。今回は、ズバリ本家お願いランキングのように番組からの依頼を受ける形でひろと君に今後の番組の方向性を大きく左右するある調査をしてほしいと、実はこの調査、はい、調査です、実はこのところ我々スタッフは番組作りに関して迷いが生じたそうなのこの方向性迷ってるんだね、だから、誕生日を迎えてまた一つ大人になったひろと君に、番組の舵取りを任せたいと思っていると、まあ長渕風に言うなら、長渕風に言うならお前が舵を取れって言すぎだから言すぎだから俺がこれを知ってるのが怖いよね、はい、そんなこんなで、今回我々スタッフから広泣けてきたよ、ね、調査を依頼したいランキングはこちらでございます。はい、さあ出ますかね、うん、あ、叫んでいいですか、うん、はい、ランキングはこちら、頭の上に落ちてきたら本当に痛いものは何か知りたいというわけでございます。くだらねえ、 SE すらないですね、 SE すらないトラブってますね、今日も、はい、まあね、そんな感じで、まあ、上にちょっとフォロー出てますけども、この番組でお送りする定番の企画として、天井から金だらいが落ちてくるというものがもはやおなじみなんだけどもね、それもすでにマンネリ化していると、うん、まあそうなんですよね、もう何回落とされたか、何回落とされたか分かんないね、このな、もう4年ぐらいやってますからね、本当超怪獣、超巨大たらいとかさ、後輩の番組落としてほしかったよね。そうですよ、そうですよね、さすがにでもあの天井高が高すぎてねそこから落ちるとも、もうみんな死ぬっていう死んでしまう。そうですね、はい、そこで俺たちスタッフは今年に入ってカナダライに代わる新たなスターを探し続けた、うん、北が考えすぎてもう何を落とせばいいのか若干迷いに入っている、若干ね、そこで今回俺たちが、ポストカナダライとしていくつかの候補を用意したので、カナダライ、それがどれぐらいの痛みなのか、ヒロト君に身をもって調査した。何それ、え、なるほど、なんあの罰ゲームとかじゃなくてただ食らうのそれ、はい、ただ食らいます調査だ、調査だからね、うんうん、そうなんです、うん、なお、各アイテムの評価は、コスト、うんうん、はい、独創性リアクション、見栄え、うん、痛さと、この5項目をそれぞれ5段階のグラフで評価いたします。コストと独創性は事前にスタッフが評価して書き込んであるので、リアクションと見栄えを、トラ君と翔君が、そして痛さの評価をひろと君にお願いしたいというわけでございますね、なんて誕生日だ、誕生日ひどいねそうなんです、それではひろと君、今後の番組の方向性は君の頭にかかっているひろとよ、お前が番組の舵を取れ似てるもうなんで、なんだろうね、なんで長渕をやらせたかなというわけなんですけども、はい、そういうわけでどうです、このもう今から単純にね、うん、やるんです、うん、まず最初、はい、最初はね、うん、落とすのはもちろんこちらでございます。出ないんですよね、出ないのかな、あ、出た、あ、出た出た出た、アルミ鍋、あ、違います、アルミ鍋です、違う、もうさ、もう大丈夫かな、これはさ、いいんじゃないの、だってもう知ってんじゃん、これ、はい、じゃあ最初に落とすのは、うん、もうこちらでございます、うん、基準になるこちらでございます、はい、見えますかね、はい、かなだらいでございますなんか、大丈夫ですか、今日本当になんかこう、
もうね、スタッフも五月病っぽくてね、どうしていかんないですね。はい、ガナダライでございます。もうこちらはね、基準になるんで。これ全ての平均ってことなの？平均。すべての平均値。これ結構痛いからね。これより痛いもの、うん、平均つっても。今日出てくる。コストカップ3500円でリアルだよ。意外とするんだね、これ。意外とするんだね、これ。1500円ぐらいとかじゃないんだ。そうね。なんか意外と3500円するっていう、ちゃんとしてますね。まあ、独創性もまあ、まあ、そうですね。これ書けるだろ、これは。独創性は。独創性はまあ書けますけど、もともと考えた人の独創性を評価 してこのぐらいの、ね、そういこうかなと思います。まあ、リアクションもね、本当にまあ痛いっていうのもあるんで、そうですね。まあ、皆さんのリアクションを散々見てきたんでね、まあ、見栄えもまあ悪くはないと。まあ、痛さはもうちょっとあってもいいんじゃないのかなと思いますけど、まあ、標準としてここで、うん、はい、収めたいと思います。絶対もうリアクションなんか取ってやんねんだから、そう絶対取ってやんねん。あ、じゃあまずね、うん、これは基準ということなんですけども、うん、あの今までまあ散々落としてきましたが、うん、あのもう一回思い出していただきましょう。ね、え、これ何もなくて食らうんですか、これ。はい、何もなくて食らいます。そしてね、落下係、落とす係はね、あ、スタッフやります。あ、これは危ないんで、はい、スタッフがね、やりますということで、じゃあひろとさん大丈夫ですか。いきますよ。ダメでしょ。お誕生日おめでとうございます。2、1、GO。 え、うーん、ちょっとあのね、リアクションしづらい。大丈夫かな、とてもね、ぬるっと落ちてきたんだよね。ちょっとびっくりしましたね。これはなんか優しすぎるんじゃないのかと思って。これ大丈夫ですか、これで大丈夫ですか。あ、すごい。もう一回いきます。大丈夫ですか、うん、ちょっとだんだん斜めになってきて、これ本当に痛いパターンになってきてますけどね。さあさあさあ、直していただいてね。直していただいて。これは怖いですよ、ひろとさん。続いて、じゃあもう一回ね、うん、やっていただきましょう。もう一回あんの。俺はそうですよ、基準となりますからね。基準が見れなきゃみんなこう、はい、ね、次こそ本気のカナダライ行きますから、はい、そうなんだよ。なんでこれ修行っぽいのか。星になろうぜ。それではいってらっしゃい。 3、2、1、GO。あ、そうだよね、これね、これが、これが、これです、これです、これが、やばい音しましたね、基準値でございます。これね、はい、これはね、あの、本当のリアクション、あ、顔赤い。これでね、ヒロトからもう星出てた、今。うん、よかったよかった。うん、あ、これ久しぶり、本当思い出したよ、これ。思い出しましたね、ヒロトさん、じゃあこのね、これが3でしょ。これが3でございます。3でしょ。今日はもう4も5もあるってことですよね、きっとね。まあ、そうなっちゃいますね、これだと。これもちろんみんな食らうんでしょう、これ。が、まあそのね、うん、チャンスが来たら食らってもいいかなと思ってます。言った、言ったね。基本的にはね、ひろとさんって言ってほしいなと。まあでも、まあ基準値なんで、これをね、3って覚えて、まあこれが超えられなかったら逆に言えばね、もうずっとまたこう、カナダライを続けるしかないっていう、ね。ちょっと待って。そうなんでございます。はい。というわけで、大丈夫ですか、覚えましたか。はい、じゃあこちらは一回回収して、はい、続いての、じゃあ、候補というか、狙ってる、落下アイテムを紹介いたしましょう。続いてはこちらです。さあ、出ますかね。さあ、アルミナ。いや、これは痛いでしょ。アルミナです。アルミナで。ダメでしょ、これ。カナダライよりあの強度が増しました。強度が増しました、アルミナでございます。ダメでしょ、アルミ。はい、ただね、これすごいんですよ。うん、意外なんですね、これこの辺が。あ、そうです。コストが安いんだ、こっちは。そうなんですよ、安い。コストが1500円ですよね。そう、なぜか独創性も下がった、うん、独創性は正直もう あるんじゃねえのかなっていう感じ。逆にしますけどもね。アルミナムで降りてくるの、つまりコストパフォーマンスの割に他がどうかってことだね。なるほど、そうなんだ、ことなんですね。じゃあ、あ、でもこれマジ痛そうだな、これ本当に。はいはいはい、そうなんですね。ただ、まあ、結構硬そうですからね。まあ、痛さとかはね、まあ、ひろとさんに判断して、痛さは、まあ、リアクションもね、後で見て判断して、まあ、これさ、見栄えはいいよね、見栄えはね。あ、なんかね、ちょっと光沢あってね、そうですね、綺麗。見栄えいいね、見栄えいいね。じゃあ見栄えはとりあえずあれですね、俺4つけときますよ。4、見栄えは先に、ね、もう先に見栄えを4つけときます。あ、見栄えってそういうこと。こなんかさ、あれじゃないの、食らった時のどうこうじゃなくて、そのものの見栄えなの、これ。ものの見栄えでしょう、これ。とりあえずビジュアルを見ない。そんなこと言ったらさ、
そうビジュアル見ないで、ビジュアル見ないで。え、そんなこと言ったらあれじゃん、あの MacBook Air とか超見栄えいいじゃん。それ言ったらもうね、うん、でもコストがすごいかかるから。そうですね。なるほどね。そうそう、MacBook Air 落としちゃうの？はい、落とすのすごい。はい、はい、というわけでね、じゃあそろそろもう、はい、ちょっとね、ヒロトさんに、誕生日おめでとうしてもらえますか。いいわそのセリフ。じゃあヒロトさん、お誕生日おめでとうございます。あーかわいそう。中にかわいそうだなこれ。もうちょっと高い音しました。高い音。2回食らった。ヒロトさん2回食らいました今。これはね、はい、あーちょっと本当鈍いね、これ鈍い音ですね。いやーこれはちょっとなんか響いてますね。何これ響いてるねこれね。まずリアクションはいいよね。だってこれ分かんないけど、うん、協力アルマイト加工とか書いてある。協力アルマイト加工が、うん、痛いやつだよ多分。ヒロトさん脳細胞破壊ですから。そう、はい、リアクションはいいんだけどね、うん、なんかちょっとこう、なんかこう迫力があんまなかった、うん、あちょっと音は高かったね。そうですね。待って、なんかこれダメ出しされんのこれ。フラット上だからまあ、2ということですかね。低くない？リアクションはもう2というね。あ、意外と2ぐらい。もっと叫んでほしかったなっていうやっぱ希望もあってね。なるほど。知ってる？本当に痛い時って声にならないっていう。いやでもそこはね、芸人としてね。芸人じゃないからね。そこは今なんか探し師匠を見習ってね。あ、そういう意味で師匠ね。探し師匠。だからこうなりますよね。はい、ラインができて、うん、まあこう。はい。あと最後に、はい、もうヒロトさんがね、痛さを、はい、まあ、先ほどの、まあ、基準値3を超えてるのか超えてないのかっていうね、まずね。超えてますね。超えてる。うん、ということで、まあ、3以上ということで。じゃあ、ヒロトさん、いくつですか、痛さ。これでも、ちょっと、まだね、甘いですね。甘い。まだいける。超えてるけど甘い。まだいける。3.5 だね。3.5、うん、まあ、微妙なとこつきますね。3.5ということで新基準、うん、ただコストパフォーマンス考えるとなかなかいいですけど、うんうんうん、なかなかでもこうグラフ的にはね、うん、こう悪くない数字を言ってますけども、うん、ちょっとさあこれ合計得点なんですかね。あ、花だらいがまあ下がってんじゃん。15点でアルミ鍋13.5点でございます。13.5 これ何、これ何、これ誰が喜ぶのこれ。この数字スタッフさんの今後の指針になるという感じなんですかね。総合 13.5 ということで、うん、残念ながらこう基準値には満たないの、満たなかったということで、暫定2位でございますね。なんか分かんないけどこれちょっと悔しいわ。なんなのかこの気持ち。リアクション魂に火がついてしまってる。ちょっとあのね、どっちかっていうともうスタッフさんとかもうなんかみんな敵で、うん、こう自分の味方はこいつしかいないみたいな。逆に、うん、なんつうのこの2人で頑張ったのに評価されない。まあ確かにね、この気持ち、うん、2人で頑張った。そうそうそう、なるほど。というわけでございましたけどもね、まあ、今のは2つで次行きましょうか。さあ続いてのアイテムを紹介したいと思います。続いてのアイテムはこちらでございます。ラックアイテム、はい、ほうタンバリン、タンバリンでございます。続いてはちょっとミュージシャンが楽器を使うのはなかなかね、うん、あれですけど、これいいですね、タンバリン。まあ音はね、かなりね、いい音がしそうですよね。音はいい。奏でてしまうよね。独創性、確かにね、独創性あるね、うん、まあまあリアクション、まあ、いいあるのかな、この辺。まあ、この、まあ、見栄えというか、ね、見栄えポイントどうしますか。見栄えポイントはね、でもね、やっぱり、ね、大きさの問題があるんで、うん、もう2ぐらいにしときますか、だからこれ。なるほどね、うん、2ぐらいですもん。ビジュアルちょっと弱いみたいな。ビジュアルちょっと弱いね。あんまこう痛さがやっぱ伝わってくるもんじゃないと、うん、なるほど。実際に痛かったとしてもこうやっぱ伝わりづらいんで。多分こう音鳴りますからね。そうなんですね。タンバリン。あ、じゃあ音っていうのも入れておきます、ね。わかりました。じゃあ音ポイントでちょっと上げておきます、ね。うん。音ポイント3人。音ポイント3人いっておきました。3人いっておきました。はい。何ですか？縛っちゃってる。あー縛っちゃってて響くかどうか分かんないけど、ちょっとじゃあ 2.5 ぐらい、意外と気にするんだみたいなね、その意外と音の響きみたいな、音の響きね、音なんで言うちゃう。なるほどね。そうでございます。
じゃあ早速なんかこうね、変な点が3つついちゃったんですけど、まあそれは。はい、じゃあひろとさん、行ってもらいましょう。誕生日おめでとうございます。3、2、1、GO。 これはね、そうなりましたか。ちょっとシュールよりかな。なんかね、これシュールですね。傷ついた。これ傷ついた、ね。なんだろう、このなんかこう、うん、ごめんよって感じじゃない。ごめんよっていうか、なぜあの2つを最初にやったんだっていうぐらいのね、このあれなんですけど、ね、なんか今思ったのは、フリーザとかにあの天津飯とか立ち向かって言ったけど、うん、そんなになんかダメだった。あの結構ね、こう、行くぜ行くぜ行くぜみたいな言ったけど、なんかデコピンでやられたみたいな、ね、気持ちは評価できるけど、ちょっとそういう感じだったみたいな。軽いからスピードがね、落ちるスピードが出ない。なるほど、ね、これでこうあれだよね、金だらいとこう張り合おうとしたら15メートルぐらいとか高さ必要だよ ね。もうこの紐いらないんじゃないのっていうぐらいのね、もうパカッと押してこうバンってするぐらいでね。でそのタンバリンのこうカバンのところにこう頭がこう刺さってこうワーッてなるっていうだったら俺もこうね評価しますけども、ね、ということでもうリアクションゼロということで、これはね、あのね、ゼロでしょ、これちょっとこれはね、こうタンバリンに申し訳ないけど、うん、評価対象外かもしれない。対象外、まあ、一応ゼロにつけておきますね、うん、一応で、うん、わけわかんなくなっちゃって、ゼロっていうのもね、おかしいことなんで、こうなって 2.5 いって、まあ、痛さは正直どうですか。うん、まあ、ちょっと申し訳程度に 0.5 ぐらいつけさせて。 0.5 という、ね、この辺でしょ、 0.5 って。そうだ、すごい形なんですよ、これもうグラフっていう初めて見るぐらいのこのグラフと呼べるのかっていうね。こんなのなんかこう理科の実験室にあったやつになっちゃう。はい、というわけでこんな感じになりました。これ総合で言うと何点なんですかね。難しいですよ。お、じゃあ翔さんちょっとお願いします。総合点は3位10点でございます。あ、もう意外とでも10点もあるんだね、はい、いやこれはねちょっとね、アルミ鍋と 3.5 しか違わないのはちょっとアルミ鍋に失礼だよこれ。いやでもタンバリンさん独創性があります。独創性がね、あとコスト、はい、意外とコストかかってんじゃないですかこれ。しまった今思ったんですけど、2500円もするんですよこれ。本当に思ったよりやっぱかかってるなっていう。まあ、タンバリン作った人もね、人の頭に落とすために作ってないですよ。まあそうなんですよね、楽器ですからね、大切にしないとね。大切に、だからもうまあこんなもんでしょう、はい、というわけで、まあ、残念ながらタンバリンさんが3位と、はい、いうわけでございました。もう金だらいね、今のところ15点で。なるほど、さすがちゃんと守ってますね、ちゃんと王座の座をね、さすが何十年も人の頭の上に落とされるだけに使われてると言ってもいいぐらいの、ね、もうだってこの時代いらないもんね。いらないというか、もともと金だらいって何に使うもんなんですか。洗濯とかじゃないんです。あ、洗濯に使うんですね。洗濯板と、はい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 、こうやるやつでしょ。あ、そうなんだ、見たこともないというか。確かに、そうなんでございますね。はい、じゃあ次行きましょう、続いての落下アイテムはこちらでございます。じゃあ続いて